こんにちは、ゆっくりフリースキーです。今回はバックスライドを紹介していくよ。バックスライドはボックスやレールを後ろ足一本で滑る。ライダーなどの映像でもちらほら見かけるレールのオシャレトリックだよ。アイテムに普通にインするようにアプローチ。リップが来たらテイクオフ。前足を上げ、後ろ足一本でアイテムにオン。そのまま片足で耐えながらスライド。アイテムのラストで軽く飛んで、最後は両足でキャッチしていくよ。インする前から少し後ろになる足を意識しておくことで乗った後もそのまま耐えやすくなるよ。前側の足を上げることを意識しすぎると、後傾でまくられやすくなるので注意してね。はじめは雪面やワイドボックスなど、転んでもリスクの低い場所で試してから。慣れたらレールにもトライしてみてね。それではまた次回。